こちらのサプリですね NMN っていう最近ちょっと話題の老化防止とか若返りに効くと言われてるあの成分で非常にこ,うこれも盛り上がってるサプリになります。で飲むきっかけになったのはやっぱりこうちょっと疲れやすくなってきてですねやっぱり自分の体のケアっていうのが大事になってくると思います。 まあ手荒れもそうですし腰痛もそうですしやっぱりこういうあの美容業とかサービス業とかそういうのをやってると体がすすごく資本になるんですねでやっぱり若い時っていうのは20代の前半ぐらいっていうのは非常にこうね寝な,寝ないでこう仕事するみたいなこともできたんですけれども少しずつ体をいたわるっていうことを体をしっかりといたわるっていうのがやっぱり自分の未来を使って 作っていくことにもなるんじゃないかなと思って今回飲み始めました。これ NMN、エイトボーテっていうところが出してるのでまあこれが最近のお気に入りのサプリです。次こちらワインオープナーですね。あのワインのコルク開けるやつですね。これあのきっかけはまあ えー、ある会社さんの新年会に行った時に私があの買って行ったんですよね買って景品にしようと思って買って行ったらそれがあの景品誰も当たんないっていうことで持ち帰ってくださいって言ってあの、えー、持ち帰ってきたものなんですけれどもまあ全然こうワインとかも全く飲まなかったですし、まあ、ちょっとあのその、えー、きっかけにしよう、えー、なったというか。 えーまあ、そのなんかちょっと大人の階段を上れたようなみたいな、えー、雰囲気でちょっと使ってます、えー、非常にこれあのスッって開くのでおすすめですワインオープナーです次はこの野球の公式のボールです、まあ、これはあの、えー、野球非常に好きでですねまあ自分も野球部をずっと入っていてそれでこの業界に入ってきたんですな、まあ、あなかなかこう 美容業界っていうのと非常にかけ離れた場所でずっと自分がやっていきてそれでこの業界に飛び込んでまあなかなかこう他の人となんていうのかなセンスの差っていうのがあるなとこのセンスの差を非常に感じていながらこうアシスタント期間を過ごしてきてこのセンスがある 周りの人たちと対等にこう仕事をしていくにはどうしたらいいかなっていうふうに考えるきっかけになったものです。まあ本当にこうセンスはずっとね髪の毛短いのでなかなかこう周りの人たちとは全然こうお付かないような状況だったんですけれども、これをまあ自分の練習量であったりとか知識であったりとかっていうのを高めてなるべくこう自分も周りの人と同じような えー、同じようなというか周りの人に負けないぐらいの力をつけていこうと思ったきっかけそれからこれがあることによって、まあ、いろんな、ね、厳しい環境にもちょっと耐えられるなっていう、えー、なんていうかなそ,のそういう忍耐力みたいのをつけていただいた、えー、そんなちょっと思い出の品物になってます。これ使っってて、ね、回しいいいきななななががらこうあ,あの頃大変だったなみたみそんなあの、えー、思いが もさせてくれる、えー、こういう野球帽ですね。それではこちらがですね、えー、本になりまして七、えー、つの習慣っていう本ですね。これあの漫画本になってて非常に読みやすいです。でこれもあの七つの習慣って、えー、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけども非常に有名な本で本当にちゃんと読もうと思うとめっちゃくちゃ分厚いんですよね。 1で一回あのやっぱり他企業さんの、えー、ジ,ョジョ企業さん全く理美容業界と関係のない人たちと仕事をした時に、えー、みんなこの本を読んですから私もちょっと読もうかなと思ったんですけれどもあの分厚すぎて読めなかった。 っていうう経緯ががありましてててそれが今回こうやっっ本になってですね漫画だったら読めるんじゃないかとそういうことでこの本を購入させていたただきましたこれはあの若い時にそれこそ本当にあの専門学校の時とか専門学校出たてのアシスタント時に読んどいたらすごい参考になったなって思うものがたくさん詰まっていてこれ知ってるのと知らないのとじゃやっぱり全然違う人生になるなっていうのを痛感した本です。 ぜひですね、ちょっとあの若い方たちですね、本当にこうこれからの未来を背負っていく方たちに読んでいただきたい一冊になっています。もう一冊この本のシリーズで「思いの系」という本なんですけど、これ関連会社さんの本をですね、上谷良平さんという作家の方が書いていただいた本になります。 でこれあの中に私の名前も載っていてですねその上辺り先生に取材をしていただいて私が話した内容が、えー、載っている本ですねでこれ何がっていうとこれあの、えー、発売した時に成田空港の本屋さんに置いてあったんですよねでそれですごくあ自分が、えー、話した内容がこうやって世間に触れられる場っていうのがあるんだなと。 でその後福岡に飛んでですね、福岡の空港でもこれが平行きになってたのを見て、まあ、自分がこうやってきた何て言うのかなこう、えー、仕事とか内容っていうのがちょっとでも世間の目に触れることっていうのが少しは、えー、あるんだなと、えーまあ、一生懸命っていう、えー、やってきてなんとか少し形になって。 ちょっとこう認められたっていうことではないんですけどそいう何か少し残せたんじゃないかなっていう思いにさせていただいた本です中にこう論語を頂い,いてまして先生から「思いよこしまなし」っていう論語の一文が入っている本を特別に頂い,いたのでこれは宝物で持っていますこちらがですねいつも仕事で使ってるパソコンですねダイナ のパソコンになりますこのサイズ感と、えー、まあこれキーの打ちやすさっていうのが非常に好きで持ち運びもできるし画面もある程度大きいっていうサイズでそれからあんまりこうキーもですねこう叩きづらかったりとかしないで結構平べったくてでもしっかりと感触がすごくあるっていうこのダイナブックのパソコン結構気に入ってましてここ何年間か。 えー、2つ3つ変えたんですけれどもずっとこのダイナブックの、えー、パソコンを愛用しています、まあ、これで皆さんの支援をですねあの一緒に、えー、させていただいて、まあ、皆さんが成長できる環境をサポートさせていただくために、えー、頑張っていこうかなというふうに思っています、えー、以上ですねあの私の愛用品10個について紹介させていただきましたありがとうございました